の得点した後はね、しっかり三者凡退で抑えるというのは、これもう勝利投手になるための鉄則だと。お疲れ様です。 KT です。今日は6月24日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。本日は元気よくやっていきたいと思います。今日の試合、ジャイアンツの試合ですね、3対1で勝利ということで、今日はですね、本当に内容も良かったんじゃないかなということで、スカッとしております。で、ここ最近と言いますかね、今年のカープは土曜日ね、結構負けているというようなイメージあるんですけど、ホームではそんなことないのかな。あのビジター行くとね、結構さよなら食らっているというような情報も出ておりますけども、今日はね、本当に気持ちよく勝っていただきましたんでね、元気よくやっていきたいと思いますけども、まあ今日の試合は本当にね、大瀬良投手に尽きるかなというところですね。まあこの後しっかりね、振り返っていくんですけど、まあ堂林の選手の活躍とかね、上本選手の活躍とかっていうのもあったんですけど、やっぱりね、大瀬良投手がしっかり試合を作ってくれた、無失点で切り抜けてくれたというところで、まあこのようなね、ゲーム展開になったんじゃないかなというふうに思います。で、大瀬良投手自身は2ヶ月ぶりの勝利投手ということで、ちょっとね、長かったんですけども、なんとかね、勝利投手を上げることができてよかったんじゃないかなというふうに思います。で、まあこれまでもですね、内容的にはね、クオリティスタートで試合を作っていくというようなね、ゲームも多かったんで、まあ白星2ヶ月ぶりというのは結構意外なところもあるんですけども、まあ大瀬良投手ぐらいのね、実績があり、まあメディアの間ではエースと言われているピッチャーであれば、まあいいピッチングをしても自分に白星がつかないというようなね、何かしら要因があるんだということでね、しっかり反省して、あの次の試合、次の試合にね、つなげていってほしいんですけども、まあようやくね、今日は2ヶ月ぶりの白星ということで良かったと思います。で、まあ若手の投手でいきますとね、あのいいピッチングして、白星がつかないと、1年目2年目のピッチャーであれば、まあそれはね、単純にあの援護に恵まれなかった、運が悪かったというふうに片付けてもいいとは思うんですけども、やっぱりね、大瀬良投手ぐらいの、ピッチャーでありますと、仮に6回、2失点で抑えても、7回1失点に抑えても、自分に白星がつかなかった場合は、それなりの理由があるんだというふうにね、考えてほしいなというふうに、すみません、今日はね、大瀬良投手勝ったんで、あのポジティブにね、いいことばっか喋っていこうと思ったんですけども、はい、すみません、切り替えていきたいと思います。はい、で、今日大瀬良投手は7回3安打、無失点というピッチングになっておりまして、素晴らしいね、内容だったと思います。で、103球を投げて、まあ、あのお役御免となっております。で、今日の大瀬良投手は、9奪三振ということで、まあ比較的ね、いつもよりしっかり三振が取れているのかなという印象で、まああの、ストレートが走っていたのか、カットがキレキレだったのか、フォークが良かったのか、カーブが効果的だったのかというところになりますけれども、すいません、今日はですね、最初にごめんなさいなんですけども、自分はですね、ちょっと出先の方でね、カープの応援観戦の方をしておりました。あの、時間がある時にね、J スポーツ、スマホで見ながらということになっておりまして、というのはですね、はい、こちらなんですけども、娘がもうすぐ1歳になるということで、今日が24日なので5日後ですね、6月29日に娘が1歳の誕生日を迎えるということで、スタジオの方で写真を撮ってきました。まあ、名古屋まで車で1時間ぐらいかな、走らせてこのように撮影の方を行ってきておりましたんで、まあ、ちょっとね、スマホにね、かじりっぱなしというのは無理だったので、あの時間が空いたらスマホを見るというような形で応援しておりましたんで、まあ、いつものようにね、細かいところをちょっとつっつけないんですけども、しっかりね、気持ちというのはカープのね、応援一日やっておりましたんで、はい、今日もしっかり勝利の二次会やっていきたいと思います。はい、で、今日のまず試合前のところですね、後陣のところですね、森浦投手が抹消となりまして、玉村投手が登録となりました。まあ今カープね、最初は左ピッチャー結構多いやんけというような感じもあったんですけど、ここに来てね、左投手不足という形になってきまして、ついにですね、まあ森浦投手も昨日ちょっとまた炎上してしまいまして、登録抹消となってしまいました。で、森投手もちょっとね、中継ぎリリーフ、中継ぎ待機ということで、ずっとベンチにはいたんですけども、明日先発でのピッチャーということになっておりますので、まああの本当にね、左の中継ぎがいないということになりまして、急遽玉村投手が上がってきたというふうになります。で、まあ玉村投手といえばね、これまでずっと先発でという形が多かったんですけど、まあターリー投手がね、あの登録抹消したばっかで、すぐには上がってこれない、それからトンネ投手もね、いまいち状態が上がってこないということで、まあ消去法でひょっとしたらね、玉村投手になったかもしれないんですけども、まあこれからね、中継ぎとしてもしっかり頑張ってアピールして、もう一回先発ローテーションに食い込んできてほしいなというふうには思っております。で、まあ森浦投手の抹消というのはですね、まあ本当に西武戦だったかな、ライオンズ戦でもちょっと炎上してしまいましたし、あの昨日のね、ピッチングというのを見ますと、わからなくはないというとこなんですけども、まあああやってね、炎上してしまって、
翌日にですね、抹消するピッチャーを1点差でビハインドとはいえ、1点差のゲームで投げさせたというのは、これはどうなのかなと。まあ、それなりのね、序列的には上の方にいるのかな、1点差のビハインドで投げているんで、序列的には上の方にいるのに炎上したら抹消すると。もしくはね、それぐらいギリギリのところにいたのに1点差で投げさせたと。まあ、こっちの方がね、濃厚かなとは思うんですけども、まあ、次炎上したら抹消するよというピッチャーを昨日はね、1点差ゲームで投げさせたということなんで、その辺はちょっとね、よくわからないなというところではあります。はい、そこはね、もう今日はちょっとネガティブなところはね、もうさらっといきまして、今日のさらですね、まあ相手ピッチャーが左ピッチャーということもありまして、右バッターをね、揃えてきたんですけども、いよいよですね、末金選手が、やっと待ってましたということで、スタメンに名前を、入っておりました。スタメンに名前を入っておりました。スタメンに名を連ねておりましたということで、これは嬉しかったですね。で、しかもね、結果も出してくれたということで良かったんですけども、残念な点でいきますと、昨日ですね、大勢投手からもう気持ちのいいね、ライト線へのホームランを打った坂倉選手がね、スタメン落ちということで、まあ予想というか覚悟はしていたんですけども、大瀬良投手が、ピッチャー、それから、相手のねピッチャーが、左ピッチャーということで、まあ相澤選手が濃厚かなというふうに覚悟はしていたんですけども、昨日の最終打席でホームランを打った5番バッターを5番かな昨日は6番かなはいを、いきなりねスタメンから外すということになっておりますんでね、まああくまでも、競争でというようなね、ニュアンスでキャンプとかね春先の頃は言っていたんですけども、まあ他のキャッチャーと相澤選手とかね、磯村さんとかね、あと石原さんとかね、競争して、キャッチャーのねスタメンは決めていくというような話があったんですけども、もうこれではね輪番制になっておりますね。大瀬良投手、森下投手の時は相澤選手が、キャッチャー、それ以外の時は、坂倉選手がキャッチャーみたいなね、もう本当にこう規則的に回してしまっておりますんでね、これは良くないなというふうに思います。なので昨日ねホームラン打った坂倉選手はもう今日ねスタメンやと、大瀬良投げにくいかもしれんけど黙って、投げろというような感じでね、坂倉選手を、キャッチャーにするのもいいと思いますし、まあエースと、言われているからにはですね、キャッチャーを選ばずに、仮に坂倉選手が投げにくいのであれば、これはね育てていくという意味でね、坂倉選手とバッテリー組んでほしいなという思いもあります。かつてね、福岡ダイエーホークスかなの時の工藤さんが城島選手をね育てたかのように、大瀬良投手が坂倉選手をね、もうしっかり育てていくというね、この話というストーリーというのもね、見てみたいなというふうに思いますんでね、もうキャッチャーを選ばずに、大瀬良投手はね投げてほしいなというふうに思います。で、まあ今日でいくとね、しっかり7回を投げて無失点ということでね、まあナイスバッテリーで、試合後のインタビューでも、相澤がしっかりリードしてくれたというふうに新井監督も言っていたんで、間違いなくね次回の登板も相澤選手とねコンビになるというふうに思いますけども、そこもですねやっぱり結果を見てですね、相澤選手の打席の結果を見て、坂倉選手の打席の結果を見て、で両選手のキャッチャーとしてのね、結果を見て決めてほしいなというふうには思います。はい、すいません、今日もねネガティブなところはちょっと早めに行きたいと思います。はい、そして今日はもう堂林選手ですね、先制ホームラン、チームにね勇気づけたというバッティングだったんですけども、まあ昨日から数えていきますと、まあ7分の1でね、ホームランを打ったということで、7分の1で成功ならね、まあドラゴンクエストの呪文のパルプンデでいくと、まあいい方じゃないかなというふうに思いますんでね、まあこれだから堂林選手は外せないというのはわかるんですけどね、その他の打席がね最悪だというところも、これもね堂林選手かなというふうに思います。はい、ホームランあり、ゲッツーあり、三振ありということでね、まあゲッツーのところもねちょっと残念なとこかな。まあそこでね1本出ていれば試合はかなりね優位になっていたんですけども、まあゲッツーで相手にねまだまだいけるという流れをねちょっと渡してしまったところもありますんで残念ですし、三振のところですね、田中投手かな、相手のピッチャーが、はい、変わりまして、変化球カーブかスライダーか、外角に決まったところなんボールかなのところを見逃した時にですね、うんうんともう深くうなずいて見切ったぞぐらいの、雰囲気を出したんですけども、その次の球くらいで、空振り三振を喫するということで、この辺も堂林選手らしいなというところだったんですけども、まあね、本当に先制ホームラン、ああいう効果的なところでね、0対0の均衡を破るみたいなね、決勝ホームランを打つみたいなところがね、やっぱり堂林選手のいいところだというふうに思いますんでね、まあスタメンで出た時、代打で出た時は何かやってくれるんじゃないかなという気持ちで見ていきたいと思います。はい、今日ですねちょっとオープニングトーク長くなってしまいましたけども、こちらのチャンネルは広島カープ応援チャンネルとなっております。カープの応援が10倍楽しくなるチャンネルという形でやっておりますので、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日の勝利ナイスということで、上本選手よくやった、堂林選手よくやった、大瀬良投手よくやったというふうに思っている方はですね、ぜひいいねボタンで教えてください。よろしくお願いします。
本題に入っていきたいと思います。今日はですね、オープニング9分ぐらいね、喋っていったということでね、ちょっとオープニングではないぐらい喋ってしまいましたね。まあ、朝の情報番組かな、TBS でやっております、ラビットかな、キリンの川島さんと、田村アナウンサーがやってる番組もね、オープニングだけで、1本終わってしまうというようなことをね、たまにやるんですけども、まあ、それに近いぐらいね、10分オープニングで喋ってしまったということで、駆け足でね、今日も勝利の2次会、やっていきたいと思います。はい、今日もですね、イニング順に振り返っていきたいと思います。まずはじめ初回からですね、見ていきます。はい、で、初回2回ですね、ここを見ていると、まあ、ジャイアンツ優勢かなというようなゲームのね、入りだったと思います。で、カープの方はね、相手のメンデス投手かな、を、ちょっとね、打ち崩すのが難しいかなというような雰囲気でね、ちょっと突破口を見出せないかなというような雰囲気あった一方で、ジャイアンツの方はですね、まあ、1回、2回とともに、得点圏に、走者を出すということで、まあ、これ、大瀬良投手、今日もまた6回投げて3失点ぐらいかなというようなね、雰囲気もありましたんでね、ここは本当にね、謝罪案件ですね、大瀬良投手、ちょっとね、失礼な風に思ってしまって、ごめんなさいと。いうことなんですけども、その後ですね、3回の表で大瀬良投手がね、生まれ変わりまして、まあ先頭がね、ピッチャーバッターということで、メンデス投手ということもあって、まあ三振からスタートするんですけども、まあ1番、2番もね、連続で三振ということで、3者連続三振で、切るということでね、ここで大瀬良投手がカープにね、流れを持ってきてくれました。はい、で、そのね、持ってきてくれた流れに対して、堂林選手が応えるということで、先制ホームラン見事でありました。まあこのね、堂林選手のホームランというのはこの大瀬良投手のね、3連続三振が効いたというのは間違いないというふうに思いますんでね、やっぱり流れというのはねありますんで、流れの来るピッチングですね、フォアボール出したりとかリズム悪かったりというふうになりますとね、攻撃の方のもうリズムできませんので、こういうふうにねしっかり3者連続三振、まあ連続三振じゃなくてもね、3者凡退というのを続けていくと攻撃の方にもね、リズム出てきますんでね、こういうようなピッチングを続けていってほしいなというふうに思います。はい、そしてそのね、堂林選手が頑張って取ってくれたホームラン、1点ですね、ここをやっぱ守っていかなきゃいけないという展開になる中では、その次の回4回表ですね、失点は許されない回という中でしっかりね、0点で切ったというのは流れの中でも大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、中でもですね、先頭の秋広選手かな、3番の秋広選手が、ツーベースヒットを打ったということでちょっとね嫌な空気流れたんですけども、後続岡本選手、丸選手、中田選手というねジャイアンツが誇るこの強打者3人を、しっかり抑えてね0で切り抜けると、ここでねもうすぐさま、1点をね吐き出してしまうといいますか取り返されてしまいますと、また今日も厳しいかなという雰囲気になるんですけど、ここをね、しっかり0点で、まあ、1人ランナーを出したものの先頭を出したものの、0点で切り抜けたというとこは今日のねゲームの中では大きい流れだったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあそこのねピンチを抑えた後ですね、4回の裏カープの攻撃なんですけども、ちょっとね秋山選手心配かなということでノーアウトで、ランナー3塁まで行ったのかな、あ2塁か、はい、上本選手が、出塁して、パスボールワイルドピッチからパスボールかで2塁まで行ってというところだったんですけどね、まあ送りバントもねちょっとファールにしてしまって、WBC の時のね、イチロー選手ぐらいちょっと今ね、悩んでいるかなというようなところありますね。まあバッティングでヒットが出ないから、なんとか進塁打送りバントを打とうとしてもうまくいかないということになっておりますよね。でさらに、ヒッティングでゴロでね、打てば、進塁打セカンドゴロを打てば、進塁打になるというところでもですね、ちょっとボール球に手を出してしまって三振を喫するというところを見てますね。本当に勝野イチロー選手みたいなね、感じになってきておりますけども、まあそんな感じでね、ちょっと秋山選手これまでチームを、本当にねチームを救ってきてくれたんですけども、ここに来てねちょっと、調子を落としているということなんですけど、まあこういう時はね本当にチーム全体でね、カバーしていかなきゃいけないというところでいきます。まあ黒田さんもね言っていたんですけど、その後の、上本選手の盗塁というのが非常に大きかったというところですね。まあその後西川選手の打席のところで3投を決めるということで、まあ秋山選手はね、バント決めれず進塁打打てずというところでちょっと嫌な空気になったんですけども、まあ上本選手が走ってワンアウト3塁を作ったというところでですね、本当に秋山選手のカバーができたということで、さらに次の西川選手ですね、こちらがまあ前進守備の一塁線を破っていくツーベースということで1点入ったことによってね、本当に秋山選手も救われたということになりますんで、まあさらにデイビッドソン選手フォアボールでつないで、末金選手が、タイムリーヒットということで、この回、2点入ってるのかなという攻撃になっておりますので、ね、秋山選手は本当に救われたというふうに思います。
で、まあ、相手の、ね、メンデス投手、それまではです、ね、非常にいいピッチング、まあ、堂林選手の、ね、一発は食らったんですけど、それ以外は、ね、本当にいいピッチングでしたし、まあ、この回の上本選手も、ラッキーヒットといいますかね、あのコースヒットといいますかね、はい、打ち取っていたような当たりではあるんですけど、ヒットになったと。で、西川選手も、まあ、前進守備していた中でね、完全に崩してはいたんですけども、一塁線に破られる。で、末金選手も、うまくね、抜いたんですけども、レフト前に落ちる、センター前に落ちるという当たりだったんでね、あんまり捉えられてはいないんですけども、まあ、原監督らしいね、ここでピッチャー交代ということになりました。はい、まあ、カープではね、結構打ちあぐねていたところもありますんでね、いい交代だったのかなというところになっております。はい、で、その後ね、末金選手が、タイムリー打った後、さらにランナー残して堂林選手というところにはなったんですけども、まあ、ここでね、決めきれないというのがね、今のカープということになっておりますんでね。はい、ゲッツーかな。相澤選手が、フォアボールで繋いで満塁になったかな。はい、ワンアウト満塁で堂林選手になってね、ここで一本出れば、まあ、この試合決まっていただろうというところでね、ゲッツーを打つというところもですね、前の打席ホームラン打っていた、堂林選手らしいなというところになっておりますんでね、しっかり決めちゃってくださいということでよろしくお願いします。はい、でその後ですね、また5回の表、得点した後に、流れをねもう離さない、がっちりカープの方で掴むぞという三者凡退で大瀬良投手、見事なピッチングでした。なので今日はですね、本当に要所を抑えるね、ピッチングだったと思います。得点した後はね、しっかり三者凡退で抑えるというのは、これもう勝利投手になるための鉄則だというふうに思いますのでね、見事なピッチングだったと思います。はい、でその後5回裏は特に何もなくて、6回表ですね、デイビッドソン選手、確か吉川選手の当たりだったんですけども、まあ三塁線結構痛烈な当たり行って、逆シングル一発で取って、でまあランナーもね足が速いんで、一生懸命投げたんですけども、まあ結果ね堂林選手取れなかったという送球になってしまってね、ショートバウンドと言いますかね、ハーフバウンドになってしまって、デイビッドソン選手非常にね肩が強いんでね、いい球ではあったんですけども、ワンバンでね、狙ったとは思う、ちょっとね長すぎたのかなということで、長いというのはファーストのね一塁手に近いところでバウンドしてしまったという送球になってしまいまして、ひょっとしたらね土と芝の間ぐらいでね、難しいところだったと思います。で芝で、バウンドするとね、ちょっとスリッピーな感じで、送球がね高く弾まない、そのままスリップしてね、低い球で抜けていってしまう。で一方で土に当たるとちょっとね、なんですかね、勢いが殺されますんで、ちょっと高くバウンドするということになりますんで、その辺の判断はね、まああれは何年やってもね、マツダスタジアムの土と、芝生の、ハイブリッドで行くと難しい、送球になりますんでね、まああれは堂林選手もね攻めることはできないんですけども、まあデイビッドソン選手ね本当に守備はいいと思います。送球がまあ決まっていれば、もうデイビッドソン選手のね肩であれば、ノーバンで投げてもいいのかなというような感じはしますけども、まあいいプレーだったというふうに思います。お互いね、精一杯のプレーだったんで仕方ないんですけどね。はい、というところは紹介させていただきました。はい、そして7回ですね、まあ最後大瀬良投手、球数的に見てもおそらく最後だなというイニングで、しっかりね2つの三振を奪ってお役御免ということで、今日はね本当に見事なピッチングだったと思います。はい、そしてその裏ですね、まあ、その降板した大瀬良投手に代わって田中選手も出てきたりしてね、チャンスを作ったんですけども、秋山選手再びチャンスで凡退ということで、まあ最終的にはねセカンドゴロで、打ち取られるというところではあったんですけども、まあ三振じゃないだけマシかなというぐらいね、今本当に状態悪そうなんでね、どのようにしてねこれから秋山選手が復調していくかというところも注目して見ていきたいんですけども、まあ現状ねまだまだ、状態悪いということになっておりますので、なんか一本ね、ポテンヒットとかね、いい当たりというのが出ればね、きっかけ掴んでくれば、元通りに戻ってくると思いますんで、ね、それまではちょっとね、辛抱したいなというふうに思います。で、あまりにも長くなりそうであれば、どこかで新井監督が決断するというふうにね、お願いしたいなというふうに思いますんで、まあ、秋山選手、本当にね、彼の活躍なくしてはカープの浮上もないんで、できるだけ早く、復調の方してきてほしいなというふうに思います。まあ、怪我といいますかね、コンディションに問題なければ、試合に出続けてもいい選手だと思いますんでね、試合に出ながら、調子の方を整えていってください。はい、そして8回の表ですね。まあ、チャンスを潰したということもあってね、ちょっと流れ的には悪かったんでね、もうこれは仕方ないかなというふうには思いますけども、島内さん、劇場開演ということで、まあ、ランナーを背負ってね、1失点で切り抜けることはできたんですけども、まあ、一言で言ってしまいますと、もう開き直ってね、腕振ってまっすぐ投げとけということですね、ピンチになりましたということなんですけど、打たれた球、中山ライト選手、それから若林選手、それからですね、吉川選手と、この左バッターに打たれた球がね、全部確かチェンジアップだというふうに思いますんで、もう本当にね、あんだけのまっすぐあるんだから思い切って投げ続けろということだけは言っておきたいかなというふうに思います。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね、右
右バッターにはね、有効的かもしれないんですけど、左バッターに、まあでもね、島内投手のあの、チェンジアップというのは空振り率といいますかね、そういうのが高いみたいなんで、あの、決してね、悪いチェンジアップではないんですけども、このようにね、ちょっと拾われてしまう日は拾われてしまうということになりますので、もうこうなったらね、あの、力強いまっすぐを信じて、投げ込んでいってほしいなというふうに思います。で、まあ結果的にね、秋広選手のこの左の、レフトへの、犠牲フライも一本一点で終わったというのは良かったかなというふうに思います。で最後ね、岡本選手ちょっと怖かったですけどね、しっかり力で押し切ってレフトフライというところはね、まあ良かったかなというふうに思います。まあ去年までのね、島内投手だったらそこから、さらにフォアボールで、ランナーを貯めてもう一回ね、ロングを食らうというようなシーンもありましたので、ね、そういう意味ではしっかりね、成長の方してきてくれてると思いますんでね、次回も頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そこでまあ秋広選手のね、犠牲フライ、ファールフライだったんですけども、まあ本塁への送球というのはしなかったにもかかわらずね、中山選手ヘッドスライディングでなぜかね、しかもなんかベースを超えたぐらいでヘッドスライディングみたいなね、謎の気迫を見せていたんですけども、まあさっきねちょっとニュースの方をチェックしていましたら、あの若林選手の時のライト前ヒットですね、での時に、ファーストランナーで中山選手いたんですけども、ライト前当たりが弱くなったにもかかわらず、三塁まで行けなかったことに対してベンチで、原監督が、もう本当にね発狂していたということで、おそらくね、やべえやべえという風になっていって、最後ね気迫を見せてというところだったということに書いてありましたんでね、はい、ちょっとね、かわいそうなところもありますね。あの3点差あったんでね、そんな無理するところでもないんでね、まあ、なんで起こったのかなというところはありますけども、まあ、あの若い選手といいますか、足の速いランナーには、常に次の塁を狙いというような指示が出ている中で、まあ、緩めたというところが原監督的にはね、納得できなかったのかなという説もありますんでね、あの、まあ、本当に怖い監督ではありますけども、一方でね、まあ、新井監督もね、こういう厳しさというところは兼ね備えてほしいなと、常になんかポジティブでね、あの頑張っているみたいな感じで、次はやってくれるだろうみたいな感じでね、ポジティブで喋って、あのマスコミに対して選手のせいにしないというところはね、素晴らしいとは思うんですけども、こういう厳しさもね、時には必要だと思いますんでね、新井監督もこの原監督の厳しさというのは見習ってもいいのかなというふうには思います。はい、そして8回の裏ですね。まあ1点取られてね、ちょっと巨人も、イケイケのムードになっている中だったんでね、なるべく三者凡退は避けたかったんですけども、まあ西川選手、デイビッドソン選手、それから曽根選手かな、の、三者凡退ということで、ちょっとね、嫌な雰囲気にはなりました。特にまあ3人目ですね、曽根選手出てきたんで、まあ結果三者凡退でもいいんですけども、相手にね、10球ぐらい球数投げさせて、まあ簡単には終わらせんぞというような空気を出しますとね、流れ的にはね、一旦ちょっとね、ジャイアンツに傾きかけているものがグイッとわずかではあるんですけども、とどまるということもありますのでね、もうちょっと粘ってほしかったというような思いもあるんですけども、まあ矢崎投手に関しましてはね、そういうのは関係なしに、今季2桁セーブ10セーブ目ということで、見事なピッチングだったと思います。でヒーローインタビューで、まあ今日も運が良ければいいなぐらいの感じでマウンドに上がったというような発言もしておりますけども、まあこれはおそらく本音ではあると思いますし、まあ今年はですね、善に取り組んでいるということで、まあ全ての事実を受け入れるというような、ね、それでいて切り替えていくというようなメンタルでねやっているみたいなんで、まあ間違いなく本音だとは思うんですけども、まあアナウンサーとかね球場での雰囲気はちょっと冗談みたいな感じで捉えていたんですけども、まあおそらくね本音かなというような受け答えであったと思います。はい、ということでね、今日は3対1で勝利ということで、まあ1点取られたらね、しょうがないかなというふうに思います。はい、なので、もう素晴らしいゲーム、いいゲームだったということでまとめていきたいと思います。はい、で、明日はですね、まあ森投手ということで、まあ相手がね、山崎投手ということでね、なかなか厳しい試合になるんだろうというような予想もします。で、なるべく、まあ森投手ね、なるべくこらえていただいて、2点差以内ぐらいでね、食らいついていけば勝機はあるのかなというふうに思います。で、山崎投手相手にね、まあ森投手がね、先発なので、4点5点ぐらいね援護してあげてほしいという思いはあるんですけども、相手がね山崎投手ということで、ちょっとねそこは難しいかなというふうに思いますんで、なるべく2点差以内ぐらいで勝負してって、なんとかね後半に持っていってほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、明日、右ピッチャーの山崎投手ということで、カープのね、スタメンの野手はどうなるかということで、まあ間違いなく坂倉選手は、戻ってくるだろうというふうに思いますし、他でいきますと、上本選手、末金選手、堂林選手、こちらの右バッターですね、本日結果を出しております。
で、それからデイビッドソン選手で行きますと、昨日ね、結果を出しているということを考えますね。これ、新井監督悩んでしまうのかなというふうに思います。で、対するっておかしいんですけども、一方で左バッターで行きますね。野間選手、田中選手、矢野選手、林選手あたりもね、スタンバイしているということで、どのように使い分けていくのかなというところも注目して見ていきたいと思います。はい。で、まあ、右バッターね、何人か外すとは思うんですけども、末金選手とデイビッドソン選手、こちらはね、ロングといいます、長打、ホームランというのは期待できるバッターでありますんでね、外すのであればどちらかだけに、してほしいなというふうに思います。で、二人とも外して、野間選手ライト、田中選手サード、みたいな感じにしてね、矢野選手ショートにしてしまいますね。まあ、繋がれば点入るんですけども、ちょっと迫力という面では欠けてきますんで、末金選手、デイビッドソン選手、少なくてもどちらかは残してほしいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。今日ですね、気持ちいい勝ち方しましたんでね、なんとか明日勝って、3位浮上ということでやっていきたいと思います。はい、ということで今日は大瀬良投手ナイスピッチングのやっちゃおうやということで終わりたいと思います。おやすみなさい。失礼します。